Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta radio, radio on FM 76.1. Come the next. 3月7日月曜日時刻は4時を回りました。アジクーターラジオ、アジラジ生放送の時間です。今日も沖縄市中央パーカービニー入り口からこの後夕方6時まで2時間の生放送月曜日担当の DJ モーリーとサっキでお送りします。さあ今週週間もよろしくお願いいたします。お願いします。もうなんかあれだね、あの、3月に入ってから、はい。えー、暑い。 って思ったりとか、うん、ちょっとこう寒いかなって思ったりとか、落ち着かなかったですけれども、そうですね。今日はまたムワッとしてますね。暑かったです。こっちスタジオ向かうとき、クーラーつけてましたもん、はい、車の中。やっぱりね。はいもうなんかこう、外の風も、本当に、はいはい、まあ、運転しないから、窓開けるんだけど、うんうん むわっっていう感じですよね。しまし,しました、しました。あの、私、329通ってきたんですけど、ちょっと、はい。児が、あの、那覇方面であって、それから、あの、329通ってきたんですけど、もう窓開けても暑いし、うん、後ろも前も開けても暑いから、もうたまらなくて、すぐクーラーつけました。わ,わ暑かったです、とっても。ま、この時期と思えない、今日の最高気温25度。うん、はい、こう25度ってさ、はい。夏日っていうらしいですね。あ そうなんだ大体いいこういえば6月7月8月とかに毎日ねこう掲示するような気温だと思うんですけども3月こんなだっけかなと思いながらねうん。確かにでも真夏って 沖縄30度ぐらいまで上がりますからね。暑い時ね。暑い時は。いや、25度も暑いんですけど。先週、先々週がね、ちょっとこう、肌寒いって感じるような瞬間もあったんですけど、またあの、昨日は土砂降りの一日で、で、また今日になって、まあ、雨降ってないですけれども、曇りの天気ですけれどもね、最高気温25度という感じでございますが、週明け、皆さんどんな風に過ごしているんでしょうか。まあ、あの、今週、いろいろ、まあ、行事というかね、沖縄県内もありまして、 で今日の朝刊見てみると琉球大学の前期の合格発表があったというそういった記事も見かけられました高校合格、あと大学、あと卒業式小学校、中学校とかいろいろありますけれども何かと慌ただしい3月でありますけどね焦らないように。 気持ち出せらないようにゆっくりゆっくり始めていきたいと思います。<laughs> はい、アジキューターラジオ、今日もユーストリームの配信とツイキャスの配信もしていますので、皆さんもどちらからか参加してみてください。あのー、今日ね、うん、えー、朝の放送聞いてた方、びっくりしていたと思いますけれども、はい、FM コサのミミリーが、<laughs> はいうん、青森の女王。ね<ー>おめでとうございます。 いやー私もびっくりしました。いや、もうやってくれそうだなって、森さんと話してましたもんね。うん、本当にね、先週ね。うん,うん。いやー素敵。っ帰ってきたら握手しようやさ。あ、<laughs> そっか。今、ね出かけれるって言ってたのでね。<laughs> いないからね。ねえ、私ももうすぐ、みリりさんって声かけたかったんだけど、いなかったから。いやー<ー>持ってるね。素晴らしいですね。はい。いやー私もいつか挑戦できたらな。アムジョームでしうん。新茶とプラス20センチぐらい欲しいかな。 いやでも緊張とかねいろんなプレッシャーもあったと思いますけれどもねえ見事アー青森の女王2016合格ということですねありがとうございますさあ月曜日のアジラジもスタートしていきたいと思いますえ今日のオープニングはですね春よ恋なんですけれどもアミンバージョンでお送りします えー、中国人アーティストのアミンのナンバーから「春よ来い」お送りしました、えーまあ、中国といえばですね昨日卓球の世界選手権ということであの決勝戦の日本の相手ということで、うんえー、福原愛選手石川佳純選手、えー、などなどこの3名でね挑んだ決勝戦なんですけれども、まあ、惜しくも敗れてしまったということなんですがまあ、うん 前線かなはい、はい、えー、していたという。うそれとね、ニュース見ましたけれども。見ました、私も。スーパー中学生がいるみたいですね、日本に、ね。15歳の子ですよね。ニ<歳>選手かなはい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 。ニュースで私も見て。ね<え>なんか、あの、ニュースでもやってたんですけど、お母さんが鬼子落ちだったらしくて。うん、見ましたお父さんお母さんがね、卓球の元選手らしいですけどね。で、その教え込んでる姿も映ってたんですけど、なんだろう、その、試合になったら、どんな友達でも敵だよ、うん でもう言い込んでたって<ー>すごいなプロ意識ってここからでもあるんだろうなと思って決してたんでしょうね, 2>, ね2歳の時のね、うん、卓球やってる姿とかありましたけどうまくショットが打てなかったら、ねはいはい、泣いてる姿もあったらしいですけどね、まあ、ということで、えー、いろいろあった週末ですけれども、えー、皆さんからのメッセージも今日もお待ちしております「あクーターラジオ」この放送は「お母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニックソフトバンク中野町の提供でお送りします さあ、3月7日月曜日、アジクウタラジオ、今日も沖縄市中央パーカーベニュー入り口から、DJ モーリーと、さっきでお送りしてます。はい、えーはい、今日も皆さんからのコメントをお待ちしておりますよ。<ん>えー、腕、運転中の方。<laughs> もうね、腕って言ってたね、今ね。<laughs> え腕、ー、<laughs> って言ってた腕って言ってたちっちゃいからってた。腕 <laughs>。腕って俺言ったことないけど、初めて言ったな。 体の中で何か起きてますけれども <laughs>、えー、メッセージ <laughs> こちらでお待ちしています、はい、761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています<ん>ラジオネームジャムクラッカーさんからモーリーさんこんにちは今日のテーマなんですかということでコメントいただきました<ん>、はいえー、発表する前に、ねはいえー、メールが届くということで、はい、お待たせしておりますけれども <laughs> まあこれが、まあ、アジラジの そうですねはい、私もだいぶ分かってきました。いろいろ CM の間、曲流れてる間にどうしますとかって話をしていたんですけれどもオープニングで f m 講座のスタッフのミミリーが第31回青森の女王選出大会にエントリーいたしまして33人の応募の中から沖縄市の中石ミミリーがなんと、 選ばれたという、うん、そういった話をしたんですけれどもそれも生かしながらね今日の番組のテーマ「泡盛」にしていきたいと思います。お酒っってていいいいううテーマででやっていきたいと思いますそうですそねまあ、あのー、地元の人だったらねその泡盛のことを「島」とかっていう表現にねしますけどもだいぶこう昔に比べると、うん、お酒のこの香りっていうんですかねははい、はい まろやかというか、いい香りになってるんじゃないかなという気がする。昔のなんか、青森って、へってこう、ちょっとこう、すぐ鼻を押えるぐらいの匂いだった気がする。えー、香りっていうよりも匂いって感じですね。えー、きつそう。焼酎並みってわけではないですよね。どんなだろうね。僕、ちょっとお酒のこと詳しくないですけども。えー、あ弱い僕、お酒全然飲めない。あ そうでしたさんなんだけどいろいろ先輩とかから話を聞いたりするとすごい昔のこの島は島と呼ばれるものはに匂いがきつくてとかねよくシーミーとかでうさげる時とかに持ってきていたうんそう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 そのイメージがあったんですけどここ最近はすごい飲みやすいんじゃないでしょうかね。確かに 一番好きな飲みやすいものって言ったら私あれですねあの「タつ」はい他に「立どこの「立つ」どこの「立つ」ってどこのかなありますよあのまあどの居酒屋にもある青森なんですけど美味しいです飲みやすいです私もっていうのもお酒結構苦手なタイプだったんですけどこれだと飲めるよって言っておじさんに勧められて飲んだらんかお酒って感じしないぐらいまろやかで。 でも飲みやすかったです。美味しかった。<ー>うん、そんなにこう残らず。残らないですね。なんか、えっ、ー、と、どこだったか、多良川とか。うん、なんか久米線とか、島のものはめちゃくちゃ残ったんですよ。で、それで、あの初めてのお酒がその二つの、あのブランドだったので。うん、あ、ちょ、島は合わないはずと思って、離れてたんですけど、たつ、うん、を改めて飲んでみたら、お、いける。ってなって、<ー>そっから今ずっともう。う 青森って島酒飲んでもそう、私、カクテルとかいる。この口当たりとか、まあ、度数とかもそうですけど。あと、こう、何で割るとかで。多分、この、まあ、銘柄の旨みとか。美味しいさって、人それぞれなんでしょうね、きっとね。かもしれないですね。ええ、まあ、今日は、青森にしていきたいと思いますので、皆さんからのコメントもお待ちしております。もう、多分さ、今月。末、または、もう、来月になると、シーミーという言葉も。 多分出てくるんですよそっか早い1年この時期ねもうそんな時期ですかで多分海開きとかっていう言葉も出てくる時期でしょうねはい、はい、3月ってねうわでしょうねラジオやってても1年早いとかって思いませんだってもうすぐイベント来るじゃないですかはいはいはい私今まで2ヶ月ちょっとしかいないけどだいぶいる感じだよねだいぶ,だいぶ自分の中でもだいぶいる感じもしてはあ、こんな時期もう1年とか言ってるけど一応まだ2ヶ月ですからね そっか存在感だなじゃあそしてだいぶいる感じがしますよまだモリさんとはね去年の夏初めぐらいからそうだねはい何だかで合わせてますからねうん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 という目打ちトークになってしまいましたなるほどはいということで僕は本当にもう一切というわけじゃないですけどもお酒が飲めないタイプ飲めないねでもまあさっきとしてはたまにこうたしなむ程度でそうですねたまにマ 青森でお届けしていきたいと思います、うん、さあ時刻は四時十六分になりました続いては赤ちゃんいらっしゃいの時間です、うん、さあ今日もやってきました赤ちゃんいらっしゃいの時間です このコーナーは、アイレディースクリニックの協力でお送りします。3月7日、今日は何の日の時間ですけれども、今日は消防記念日、警察制度改正記念日、あと花粉症記念日などなどとなっております。<laughs> さあ、それ以外の出来事ということで、今日はですね、えー、日本テレビ木曜スペシャルにユリ・ゲラーが出演し、 スプーン曲げを行ってみせる超能力ブームになりました1974年のの今日の出来事です山口百恵さんと三浦智和さんが婚約発表した日1980年の今日の出来事となっておりますさあ今日の誕生日の皆さんですけれどもえー、っとね今日はタレントの広田レオーナさん漫才師オール阪神ンンさん のお誕生日となっております。えー、3月生まれの方、まあ、これからお祝い事ありますよという方がいたら、このコーナーまでお寄せください。あのー、今週ですね、はいえー、実は高校入試が控えてまして <laughs>、えー、3月の9日と3月の10日、水曜日と木曜日に、えー、学力検査が行われていくということですね、うんえー。高校入試が行われていくということでございます。 1>, あの1時間目のお、まあ、テストが国語、まあ、これが9日の水曜日 2>,、うん、で2時間目が理科で昼食を挟みまして、えー、3科目目英語となっております、うん、で試験の2日目社会科やりましてその後数学で昼食を挟みまして面接という流れになっております。うん でい、えー、よいよ来週の水曜日一週間経過し合格発表が迫ってくるということですね。うんうん、はい。まあということで、えーうん、高校受験をされる学生の皆さんはもう今週もう特に今日と明日は体調面もね安<ー>全にというところかもしれません。はい、そうですねー。うん、いやーでも高校受験私どうしてたか全然勉強してなかった記憶があるんですけど、うん、<laughs> まあ塾は一応通ってて。うん であのまあ、ラジオでも何回かお伝えしてるんですけど三郷高校受けたんですけど三郷いい、はい、高校だから別に勉強しなくていいかなとか余裕かましてたのでその時っで失礼なんですけどそしたら、まあ、案の定定点数でも全然いけたっていう、うん、<laughs> 無事入学できたんですけど<う>この時期全然勉強しなかったですよ。そうででですすかか<う>、まあ、頭悪いんんけど、うん、なんとか面接で しゃしゃべりたたたらいけましたねねね、うん、面接に強いです、ね、<laughs> あなた、ね、かもしれない私本当に本番に強いって言われるんですけど緊張、うん、ももちろんするんですけど、うん、出てしまえばなんか自分出すのがちょっとなんか楽しいっていうか、うんうん、<laughs> なんか楽しくなるのででもそういう面ではまあ強いんでしょうねきっと <laughs> 面接ってね多分生まれて初めての面接だったかも。 高校入試で入試うんなので全然イメージができなかったのを覚えてる。なるほど。何を聞かれるんだろうとか、ままそ,ね、その心配もなかったかも。ああ、まあどんなの聞かれるとかもわかんないしそうそう。面接がどういうものなのかもわからなかった時かもしれませんねあ。あるかもしれないですねえ。受験生の皆さんは、まあ今までやってきたことをね、うんえー、出す。 という作業だと思いますけれども、はい、もう一番はもう体調管理じゃないかなと思いますので風邪ひかないように体調崩さないように過ごしていってほしいなと思います、えー、流した汗と涙は嘘をつかない頑張れ受験生ということで、うんえー、紹介されております、うん、さあ赤ちゃんいらっしゃいこのコーナーはアイレディースクリニックの協力でお送りしました さあ、味クうたラジオ月曜日、今日のお相手は DJ モーリーとサーキーでお送りしてます。さあ、今日の番組のテーマ、青森、まあ、いわば島ということですけれどもね、皆さんがこの青森について、これはちょっと美味しいかなって思うものだったりとか、うん、その島との思い出だったりとかね、いろいろ合わせてメッセージお待ちしています。宛先は7 6 1 f m q o z a j p 七六一アットマーク fmkosa ドット jp でお待ちしております。ラジオネームトマブンさんからいただきました。うん、DJ モーリーサーキこんにちこんにちは。こんにちはアジラジネームトマブンです。ムワッと熱い。うんえー、ムワッと熱いあらに。<laughs> デミムーン以来やっさムワって。はい。はい <laughs> ム。ムワッとムワッと。をかけた感じ。はい。あ、なるほど。<laughs> ムワッとの。 最上級じゃなないですかねるほどもう下から上にうわって上がる感じあ伝わりますねあっていう伝わったねいいのかなと思いますけどもどこで覚えたんでしょうねこの日本語ねいやオリジナルじゃないですかねきっと青森にちなんでたまに思うやつささっきの「うディもさどこで覚えた日本語なのかなと思いました いやーさっきのモーリーさんの「ウディエオ」も完全にもうミスですけどね。ミスですかね。はか可愛かったけど。えー、トもブんさんから「はい、ワッター世代最初は蔵だよね?お<ー>」で「菊の露」うん「久米線残波の城」うん。 黒になって、最近はクメセンか菊の鶴になってるかな、うんえー、昔はキュウリやレモン、ヒラミエイト入れたり、えー、ブラックコーヒー入れたりしていたけど、最近はうぬまあまあだね。うんうん、ヤシがビール派だから、シーに変わったら合わせて飲むけどさ。うん、最近はよ、ソーダ割りやらカクテル風にしてるみたいだけど、うん、したら島の美味しさが半減だから、もったいない。クラにクラクラ。はい、はい。あの CM またやらないかなといただきました。 ありがとうございますラジオネームトマぶんさんのメッセージでしたはい、はい、ありがとうございますクラね僕らの時も流行ってましたねーなんかクラって CM で見たことがあるなっていう泡盛ってイメージがあって、うんうん、私飲んだことないんですけど、うん、どんなですかねしいどんなかなもう全然もうだいぶ若い時に召し上がったのであーなるほど、うん、まあまあ流行ってたからっていうこともありっていうことですよねもう みんなそれみたいな感じ、えー、それが思いつかないみたいな感じだったええー、そうなんですね。うん、私たちはやっぱもう残黒にする残白にするから始まるので<ー>やっぱ残んでしたね。残、うんザンパかな、まあ、もしくはさっきもちょっと話したんですけどラガワだったりうん、うん、久米線だったりっていう、うん、もうその4つのブランドからですかねもう。あの同級生なんかとさ最近はなかなか飲めてないですけどただ居酒屋行った時とかに。うん 多いのはがな確かに、うん、確かに菊のつゆはもうなんか絶対頼むっていうね、うん、イメージがありますね、うん、先輩方とその飲みの席行ったとしてもはい、はい、この菊のつゆの、まあ、ブラウンとか,なんかーん VIP ですかとかそういうものがよく注文されるかな VIPVIP VIP はなんか頼んでおおみたいなうん なりませんでしたなるなる、えー。なりましたよよねねボトルが上等だよ、ね、上等等だです上なんてところだったかななんかあそうだ今回「O−1 グランプリ」で優勝した以前 FM 小山にも遊びに来てくれたドラゴンマニュエルの、うん、あの悪芸人さんいるじゃないですか優勝してあの人たち久米島出身らしくってお<ー>で優勝してこの久米島の久米線の会社から CM だそうそうそう CM も取って<ー>でそのオリジナルのもう この瓶丸ごとオールゴールドの粂線がワンケース、うんうん それぞれれぞにプレゼントされたっていうのがとかフェイスブックで見たんでしたかね<う>見てあ初めて見るゴールドのーモリと思ってクメセンウンと思って<う>デージ状トと思ってで私あのまあもともとお友達だったんですけど、うんうん、ちょっと一本ちょうだいってたら絶対嫌だレアだから絶対嫌だって言われて <laughs> 今度販売するのうんしてないらしいですよオリジナルらしいですよだからホールマシと思ってううううそそそそなんで,すよ<う>でまたねそうさっき言ってたんですけど CM も また来週再来週あ来月だったかな流れるって言ってましたうわすごいねすごいと思って飲んでみたいと思ってす味変わるのかな気になるなんかこのパッケージがね変わったりとかするだけでもねあのおって目に飛び込んでくる印象って違うから全然違いますよまたゴールドだったらまたねえあ優勝したっていう特別感があってあいいいのと思った人によっては言えばその島をねあの ストレートでだったり、うんうん、あと氷なしとかその辺あるさまた友文、まあ、さんも書いてましたけどねうるまーまーってね,ねいやーどうだろうあれがちょっと憧れるお酒飲めね僕からするとーシークワーサーとかさはい、はい、シークワーサーとかを、あのー、串カツとかの串で刺して、うんはい、でそれをそのまんまこのグラスの上に置くっていうか、はい、お刺したところからはい、はい、そのいえば果汁が。 流れていって、で、その果汁が、口先をこう伝ってから、ちょん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 垂れていくわけ<ー>ップに。で、それでこうしばらくすると、はい、あの、また混ぜてっていうかね、いいぐらいになったらこう飲んでみたいなことを繰り返すんだけど。へ串にそのまま刺して、で、この上に置いて、うん、で流れるっでそう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 。はあ、初めて聞きます、ね。こういう飲み方,方もあるんだなと思って。えー、え、じゃシークワーサー自体は、 もうその注文するてかあるんですかあるんです完品でえっとね注文だったはずあまというか仲がいいから店員さんとああああそういちょっともらおうみたいなこと言ってはい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 なるほどでそれで一個二個もらってみたいなやってましたけどね初めて聞きましたまあシェーコーサ以外でもありそうですけどねレモンとか何か他レモンとかねいいかもね美味しそうですよねさあこちらも行きましょうピーチベルシルバーさん 森崎リスナーさん、コンチキビ、ピーチベルシルベーだよ。<laughs> ごめん、シルバーだよだ。<laughs> <laughs> シルベー。何でさっきの1一文字間違ってるな。1文字間違ってる。さっきもムット、ムわ <laughs> ッとだけど。<laughs> ウディッとからね。似てるけど、文字。 <laughs> シルベイにすると、またちょっとイメージが違うな。全然違いますね。江戸っ子具合が出てくるな。ピーチベルシルベイ。<laughs> 直して直して。<laughs> 死にぼもってるじゃないですか。<laughs> ごめんなさいね。ピーチベルシルバーさん。<laughs> はい、続き。名前変えるときはピーチベルシルベイにしてもらいたいね。シルベイいいですね。でもなんかしっくりきますね。ね。うん。ね あっちさぬクーラー全開よ <laughs>、はいえー。飲み始め当初は青森がなくてウイスキーだったな。<お>で青森の飲み始めはやっぱり蔵だったな。<ー>その次に菊のつゆブラウン。<ー>あこれ友分さんと同じだからですね。今は完全ビール派。ほうほう昔は女の子を酔わすために小さいビールグラスにウイスキーとビールを半々に割って飲ませていたよ。いいまた女の子も飲みやすい飲みやすいって番内飲んで歩けなくなってた。<laughs> かっこ笑い。ラジオネーム、<laughs> うーピーチベルシルベイ。<laughs> 3回いただきました。もうそれになってるし。<laughs> しっくりきてるんです、絶対も。もうしっくりきてるな、<laughs> なんかな。ありがとう。ありがとうございます。でもこれ、変わるきっかけって何なのかなその銘柄が変わるきっかけって。ああ、何なんでしょうね。試しで飲んでみようっていう。はい。まあ同じメンバーだったら、同じもので。 住み操作確かにただなんかこう沖縄市から離れて茶炭で飲んだりとかして、はい、夢公開になったりとかんなんかそういうのかなと思ってあでもあれかもしれない別の場所で,飲んでからありますよきっと私あの那覇の大学だったんですけど、うん、それやっぱ那覇の友達,友達同士と飲むってなったら向こうで飲むじゃないですか那覇あたり、ねうん、でその時に確か糸満中がいて、うん、で糸満中の友達が「うん じゃあ島あるもんみたいになってで私,、うん、か私とその友達友との友達しか島飲めないってなってお,お,お前何がいいってなってああさっきどうしよっかなじゃ菊の梅雨あでもザンクロが安いかとかって言ったら「は夢公開じゃないわ」って言われてやっぱ違うのってなっていやうちらは全然地元では夢公開だよとか居酒屋もそうだよ、えー、って言ってあそうなのって夢公開確か飲みましたよ。 今、まあその土地の当たり前が、その時飲まれてるものなんでしょうね、かもしれそうないですよ。ね、うん。うん お届けした曲は桐谷健太、浦島太郎で海の声をお送りしました。さあ、今日は青森というテーマでお届けしております。まあ、島とかっていうね、うん、えことですけれども。うん、あのー、青森の日自体はもうだいぶ先にあるみたいで、十一、はいはい、月の。 1> 1日かな結構遠いええー、青森の日というふうになっているそうですねええ1989年沖縄県酒造組合連合会によって、まあ、制定されたということですうもうだいぶあともう7か月もっと後ですかね,そうですね先になりますけれども、うん、まあでも最近はまたこの青森もいろいろブレンドというか、はい、あのー まあ、アルコールじゃなくて、コーヒーとか。はい沖縄市の新里酒造さんなんかもね、出してますけれども、いろいろこう、飲みやすさ、入り口がなんか広がったのかないう印象がありますけどね。確かに。まあ、以前、ケーキを私食べた記憶があるんですけど、森さんも一緒に食べましたよね。覚えてますた。そう、あの、全都餌祭りのユーストリーム配信で、司会私とね、森さん、やってて。で、あれも多分、新里酒造さんだったんですよね。新里酒造さんの、あの、コラボレーションでね。いえば、 あの、お酒とカステラがコラボレーションしたものありましたけどね。はいうん、そ,うそうそう、めっちゃ美味しかったですよね。僕、あれ食べてからさ、うん、その MC 中に酔ってたよ。はいはい、嘘でしょ本当に。酔 <laughs> ってた。えあれだけでですかあれだけで。二口ぐらいしか食べてなかったですよね。食べてなかったけど、すごい、って匂いしたんだぜ。ああ<ー>。それで酔ってたね。<laughs> めめっっちちゃゃゃ弱弱いいいじなでですすかよだからカステラの上の部分っていうかね茶色い部分をすごくお酒がこれ含んでるっていうことでね書いてましたけど美いしかったなあれは美味しかったですとってもねまた食べやすいしね森さんも弱いって言ってたけどあれは食べれてましたよねでもよっても言いましたねそうですねだからか後半めっちゃテンション高かったですよね あ、そうでしたっけテン <laughs> ション高かった、うん、記憶がありますね。記憶にいないですね。<laughs> 本当に。あアムのジョーがー今スタジオの前に、えー、おモーリーさん、<っ>サーキーちゃんオープニングで紹介ありがとうございます。 あもうあこれあれだね。ね。上の余裕だね。余裕ですね。いや違う違うとか言ってるけど <laughs> いや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 ,いやもうテーマもおかげで青森ですよ。<laughs> オッケーオッケーじゃねえよ。いやもうおめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> すごいな。いやすごいです。いや私も初めましての時から思ってたんですよ。すごい美人な方だなと思って。 ねえあの同じボブだし、やっぱパって見に入って、うん、同じボブで、もこう違うかと思いながら <laughs> 見てで、また話したら、面白いじゃないですか、すね、メミリーさんそ,うーいやそこもきっと見てくれたんでしょうね、審査員さんも。でしょうね。 ええー、まあ、昨日、確か空港の方で、うん、その、まあ、最終選考のね、発表とか。はいうん、投票をやってとかっていう流れがあったらしいですけどね。うんはい、まあ、裏話等も、また、ミミリが担当する番組で、はい、また、いろいろ、こう、聞いてみてください。うんツイキャスも、コメントは来てますよ。はい。<laughs> ピーチベルシルベー、かっこ笑福亭鶴瓶、似てない、天童頑張ろう会社。<laughs> みんな突っ込んできてますよ。<laughs> ええー、その。 ピーチベルシルバーさんから、人のラジオネームで遊ばんけ。はい、意味があってのラジオネームやむ。もう分かってるやさに、えー、ピーチベルシルベーにはなりません。ということでいただきました。<laughs> はい。あのー、名前それぞれに、子供たちのエヴァ名前が変換されてあって、はいはい、ピーチは桃。はい、えー、シルバーは銀。うん、で、ベルが鈴ということで。<ー>それぞれこの名前の頭文字をこう取ってね、名前を <laughs>。 作ったんですけど。僕が一言でシルベに。ぶち壊しじゃないんですか。それは怒りますよ。分かってるやさに言っあじゃ三人お子さんいらっしゃるって。そうですよ。お父さん頑張ってますよ本当に。なのにそれにもかかわらずシルベ。シルベさん。もういいか。ハイゼットさん、モーリーさん、サーキーさん、はいさよこんにちは。こんにちは。 青森上宮ですよ。うん、自分なんかは菊の杖ですね。残黒、残白、えー、は地元の酒だけど、<う>翌日に残ってチブレミンするから飲めないんですよね<ー>、えー。プレミアムとかの緑や青のやつは飲むんですけどね。んん一番好きなのは新里酒造の琉球のゴールド。沖縄市のお酒でしょ欲しいな。プレゼントありますか、ええ、ラジオネーム。<laughs> ハイゼットさんからいたただきました、はあ、ありがとうございます、はい、ああの最近そうだ私週末、うん、プレミアムの青飲みましたよお<ー>、うん飲みましたあのやっぱりなんか黒と白と違って、うん、スッてそれこそ残らないっていうかゴールドあのあれですザンあそうですねそう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 んか立つと似てる感じでした何<ー>か なんだろうな、身苦手な人でも、多分あれは飲みやすいんじゃないかな<あ>いそうですか、ちぶり闇は、あの、黒か白飲んだときは、した日もあったんですけど、うん、青飲んでからはないですね、全然逆にすっきり目覚めがよくって、すっきりしてて、うん、あ そうですか、うん、飲みやすか。ったですよ、えーまあ、今メールもねありましたけれども沖縄市の酒造所ということで<ん>、えー、新里酒造さんあ沖縄市ってことですね。ホームページというか、えー、全酒造所の泡盛914.5網羅泡盛百貨っていうのがあってほうほうこれ、あのー、どこの地区の酒造所なのか。 で住所はどこなのか連絡先はどこなのか、うん、主な銘柄は何なのかっていうものがこう詳しく載ってる、まあ、サイトというかねうところがありましてこちらの方にも新里酒造さんのまあ情報が載ってますけどねかりゆしやまあ琉球というお酒を置いてるというふうに紹介されておりまかりゆしはお家にも置いてあるお酒だな、うん、私あのおじいちゃんが結構青森飲む人なので。 そうビールより青森派なので結構いろんな銘柄置いてって、うん、それこそ残黒白だったり琉球王朝久米線あとかりしも置いてある、うん、すごいね、うんあのまあ、かといって毎日飲むかって言ったらそうでもないんですけど例えば煮潔があった日とかお祝い事とがあった時は必ず飲んでますねもうこれだけの情報があるんだったらう、うん、もう来年の青森の情報をったら年どううしよう 狙ってみようかな。身長だから、あと二十センチぐらい欲しいってば <laughs>。え、身長のあれもあるの制限もあるの。えー、ありそうじゃないですか。そうですかね。なんか、あの、まあ、小耳に挟んだ情報なんですけど。あの、オリオンビールがあるとか、うん、その青森の城は身長がないと。 てんてんてんっていうのを聞いたことあるんですよ<私>まあ詳しくはねもう4月から心情、ね、にキ聞いていたはいちょっと聞いてみようかな、はい、来年ね、はあ、できてるんじゃないですか <laughs> あほんまり上宮ですって喋ったら大丈夫かな <laughs> いやでも上宮はねたくさんいると思うけどでもそこで美味しさをうまく伝えられる人っていうのが多分選ばれている要因<ー>の一つだと思うので なるほど。ちょいちょいね沖縄市の,のまあ、お酒も飲みながら、はい。いろんな島をね飲んでいただけたらいいなと思いますよ。うんうんえー、こちらも行きましょう。ラジオネームクニンさん、中石ミミリー様、青森のジョおめでとうございます。うん、というコメントもいただきました。おめでとうございます。ま詳しくはね今日の朝刊をぜひご覧ください。うんえー、こちらも行きましょう。ラジオネーム。 あ同じくクリ栗田さんで、はい、ホワイトタイガーも美味しいですよといただきましたホワイトタイガーん聞いたことありますないないですよねうんでしょうねえ,え横文字にしただけとかですかねああなるほどね白ひょうみたいなあ違うかなタイガーだから<れ>虎ですよね <laughs> 白ひょう <laughs> 俺でも今わかったな <laughs> なんでしょうね だろうホワイトタイガーえっ何ですか国枝さんちょっと私初めて聞いたのであ,あでもさもうたくさんあるね本当にねこの島酒ってねあああ今調べてるんですけど、うん、おそうなんですねええー、与那国の土南うんうん、えー、うん果てる間の淡波淡波ええー、宮古島のうィさんの酒うりさんうんうん あとヘリオス修造のまあ先ほど言ったクラ、クラ、ヌンシ、トドロキ、だ CM でなんかね耳なしみでわかるなという感じがしますね。聞きます聞きます。トドロキなんてまあなんかよく耳にしますよね。うんうんうん。クラかクラはなんかめっちゃ昔に聞いた記憶があるっていう。はいイメージ。あ昔からあるってことでしょうね。であとそれ以外にもヨミタンソンのザンパホワイト、まあブラック。うん これですか、ね、<え>ホワイトタイガーって。違うか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 。うかうかで,でまたそれ以外にも「茶炭の長老」「一本松」などなどがあるということですね。うん、えーえー、たくさんありますね。まだまだもう本当に紹介しきれないぐらいたくさんまだまだありますね。これはもうあの検,索は検索するときはい「泡盛沖縄」的な感じでででススペー検索すると多分 青森百貨で出てくると思いますね。これね。なるほど。まあ、いろいろあるんだ。さあ、こちらも行きましょう。ラジオネームてっちゃんさんからいただきました。はい、えー、モーリーさん、サーキーさん、こんにちは。ちはええー、今日のテーマ、青森ということで。青森、うん、はあまり飲むこと、で、飲むことないんですが、うん、友達の付き合いで、えー。付き合い程度ぐらいで飲んでますね、ということで。うんうんうん 青森は水割りか三品茶割りまたはコーヒー割りで特におすすめなのが三品茶割りとコーヒー割りはおすすめですよと<ー>、えー、とても飲みやすいのでぜひ飲んでみてはいかがでしょうかといただきましたあ,ありがとうございますてっちゃんさんえっ三品茶割りってうんやったことないなんか組み合わせ的に良さそうだ、ね、良さそうですよね、うん、なんか さっぱりしてそうです飲みやすそうなです、ね、イメージがね、はあ、ありますね、うん、コーヒー割りはなんか癖ありそう味にどうでしょうねどうでしょうかね、えー、ちょっとやってみたいですねあの私あれはありますよこの青森にシークワーサージュース割り、うんうん、はやったことありますな<ー>うん、うん、なんか結構やっぱ柑橘系なので、うん、まあそれなりに癖はあったんですけど、うん、でもなんかそのシークワーサージュースなので ジュースの味がほとんどではあって、ああれだ、そんなにお酒、お酒、汁とか苦手な人は飲みやすいかもしれないそそううです。そうとか、オレンジジュースとか、なんかいろんなので合わせてみたいなって思って、ちょっとやったことないんですけど、コーヒーとまた三品茶も新発見かも。はい情報ありがとうございます、こういう形でね、これやったら美味しかったよというものもいいかもしれませんねいいですね。 えー、あ。あ、なるほど。ホワイトタイガーって空港限定のやつじゃないですかと、はい、ハイゼットさんからいただきました。ありがとうございます。飲んでみたいですね、といただきました。ほうほうで、<あ>クリンダさんからも、那覇空港でしか買えないですよ、と頂い,いてます。ほうほうあ、本当だ。ありがとうございます。えー、じゃあ空港限定なんですね。ね。え,ー、えじゃあその空港に行ったらお土産屋さんとかくさんあるからか。そういうことか。えー、そうなんだ。 ちょっとホワイトタイガーってまた名前がユニークだから,だからね、ちょっと青森ってイメージが湧かない名前なので、うん、ちょっと見てみよう、行く機会あれば。さあ、ツイキャスの皆さん、ひたすらツイキャスはモーリーさんいじりで始まりまして、<laughs> モーリーさんでどこがしっかりしてるわけ、昔から変わらないディージも珍しいよ、お笑い、ユッキーさんから。<laughs> そんな口調で来てるんですか。はい、来てます。そうですか。<laughs> 変わらない字は珍しいって <laughs> <laughs> ま。まあということで、はい、えー。そろそろ曲へ行きたいと思います。上野久作 BK サウンズバージョンの酒と涙と男と女。 3月7日月曜日あクーターラジオ、今日も沖縄市中央パークアベニュー部に入口から生放送ですけれどもちょっとなんか曇ってて、うん、雨が降るのかなみたいなね、うん、そんなこう怪しい感じの天気ですけれども、うん、皆さんの聞いているところではどうでしょうか、えー、とりあえずこの後の天気予報をお届けしたいんですが、まあ、ご時台にもねお届けしていきますが、うん、降水確率としては0%ということなんですが、えー、まあ 大丈夫ででしょううとということですけどねまあ洗濯物なんかもね、あのー、この時期って本当にこういつ雨が降るか分からないので難しいですけれども、うん、週間天気予報を見ていると、えー、明日まで、まあ、晴れのお天気なんですが水木、木、金、土、 でまた週末にかけて、えー、傘マークがついてるということらしいですねなので、えー、洗濯物等は明日ぐらいまでは安心して干せますが明後日からちょっとこう怪しくなってくるということらしいです、うんえー、まあ、先ほどもお伝えしましたが今度の水曜日と木曜日高校入試 いよいよ行われるということですからね、うん、受験生の皆さんをお持ちのお父さんお母さんもね、まあ、その辺のこうケアなんかももちろんしていらっしゃると思いますが一番もうあれじゃないですか美味しい食べ物をこうね作ってあげて、うんうん、でまたぐっすりこう眠りやすい環境を作るっていうね親たちの,この配慮っていうものもちょっと必要かもしれませんね受験生の皆さん本当にこう体調だけ一番に、ね、考えて頑張ってほしいなと思います。うん さあメールも来ておりますラジオネームジャムクラッカーさん、モーリーさん、今日のテーマ、泡盛。残、え、波、ー、といえば白と黒、どっちですか俺はグリーン。残波にグリーンないだろうと思うけど、昭和時代にありました。義理の兄貴が泡盛コレクターなので分けてもらいましたよといただいています。おお、すごい。初めて見ましたね。初めて見ました。え、これ、見たことない。え、これ、いつのなんだろう。昭和時代。 へえー、なんか丸,丸いですね、うん、瓶も、うん、ジャンパーこの細い感じの瓶ってイメージがありますけどこれなんか七福神が持ってるやつに似てるああなるほどねなんか茶色の わかります。あんな形してますね。確かにね。あれが、はい、グリーンの、透明のグリーンのボトルになったみたい。え味も違かったんでしょうね、ね。えすごい。しかも青森コレクターって。おだこういうね、身近にコレクターだったりとか、大好きな人がいると、ちょっとおすす分けっていうかね、できるかもしれませんね。そうですね。え初めて見ました。さあ、ジャビオさんからもいただきました。えー、モーリー・サキアジラジリスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。 えー、初めて飲んだのが久米線のグリーンボトルにザンパなどめっさ臭くて、えー、癖が強い島酒だったやつさ、うん、でやったるぞってお酒が販売された時にめっちゃ飲みやすくて当時やったるぞを置いていた居酒屋では売れすぎて、うんえー、品切れが続いていたよ。 その後にヘリオス酒造の蔵などが販売されていましたねやったるぞやロックボーイや夢公開などの癖がなくて飲みやすかった島崎はもう販売していないのかなうんジャビオさんから頂い,いておりますありがとうございます、はい、やったるぞって CM やってましたねこれもや、ね、<laughs> やっってたたんですかいいつぐらいやった も,もう覚えてないな<ー><ー>いや初めて聞きましたもう昔だったらさ多分クロッシーとかもあったんじゃないですかね、うん、あのーブームの島まが CM で流れていた時にはい、はい、ちょうどお酒クロッシーっていうお酒の CM だったんですよ、はい、でそれでこのブームが島唄を歌ってっていうね音とまた映像で出てきたっていう、はい、もう二十何年前とかですよもうだいぶ 前の話ですけどえロックボーイってもう初めて聞いた <laughs> もうあれだねリスナーさんもうたくさん知ってますねやっぱりね <laughs> すごいですね<ー>情報がいや,あやいや夢公開とかっていうのもやっぱ飲みやすいんですね皆さんも<ー>私も前飲んだってさっき話したんですけど、うん、そう飲みやすかったです、うんうん、なんかそのザンクロとシロがベースだったんですけどまあそれが基準になるじゃないですかうん、うん、初めて飲んでるし、うん、いつも飲んでるし それに比べると全然癖ないし<ー>いやこれ残らないだろうって言って茶飲みしてしまうっていうあそういうものなんでしょうね飲みやすいからついつい飲みすぎちゃうみたいな、ね、そ,うそうなんですブレーキ効かなくなるから、うん、いやまだいけるんじゃないかなってなっ,ったら後半死にふらふらみたいな <laughs> <laughs> さあうっすら流れてきました、うんえー、東蔵の 琉球青森残パの CM のナンバーということで前川主権さんバージョンでお送りしますこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクリニックソートバンク中野町の提供で4時台はお送りしました Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come in action. Ajiraji. さあ、時刻は夕方5時を回りました。アジクータラジオ生放送をお届けしております。3月7日月曜日、今日のお相手は DJ モーリーと。さっきでお送りしてます。さあ、あの、今日の朝刊にもですね、うん、えー、載っている記事なんですけど、うん、部分日食、9日の朝、あさって水曜日ですね、うん、え朝、国内では4年ぶりに見られるということで、うん、えー、この部分日食っていうものが何なのかということで、 月が太陽の前を横切るときに起きる天文章らしいですね。うん、専用のグラスなどで安全に観察をしてくださいというふうに紹介されております。え、専用のグラスで見ないとなんでですか目開けるとかあれじゃないですかあのー、サングラス的ななんかこのものを透かしてやらないと、はい、ま、えば月が 太陽の横切るときに起きる天文症だから太陽こう見たら直視したらよくないですね目痛いはいはいなのでね専用のグラスが必要ですよっていうことですねおーこねすごい9日に9日の朝朝またあれだ受験生の皆さんはもう本当に高校受験の最中ぐらいそうですねかもしれないですねミレトラモトロッキーですねね<え>うん よくあるじゃないですか、部分日食とか月食とか、とか流星群とかあるじゃないですか、一回も見れたことがなくて、私なんか話題だけおって気がついたらその時間、お家にいるとかそういうこともあります、ありますわざわざ海とかに行ってよし、見るぞ、流星群って言った時も、土砂降りとか、普通にあるから沖縄見れないとかね。悔しくて 9日の朝ですね先ほどの天気の予報を見ると、うん、まあ午前中はなんとか晴れていきそうなので、うん、見れるんじゃないかということらしいですね詳しくは部分日食で検索をして調べてみてください、えー、今日の番組のテーマはですね島酒または泡盛というテーマでお届けしております、あのーまあ、何度もお伝えしていますがき、うん、今日の、ね、朝刊の方にもですね、えー、大きく紹介されております。 青森の女王ということで、えーまあ、この4月から晴れてね、えー、新しい3名が選ばれました、うん、でその中に FM 小座の中よ美美にも入っているということでございますこれで第31回の女王が選ばれたということですね、うんえー、3人は4月から1年間全国で開催される青森関連の行事に参加し琉球青森の PR 活動を行っていくということでございます、うん うん、まあねその島と合うおつまみとかね、はい、そういうものもお酒を飲むためのあれじゃないですかうん、うん、美味しく飲む方法じゃないですか、うん、確かに最近先輩がさその居酒屋で飲んでる時にはい、はい、島らっきょうが出てきたわけ、うん、でこれどこどこさんの島らっきょうだよっていうふうにおかみさんが言ってくれていたんですけど、はい 相当やっぱりお酒と合うみたいでおいしそうに召し上がってましたよでもラッキョウめっちゃ臭くないですかちょっとね匂いがね匂いがイメージがありますけど私匂いが強烈すぎて一緒に飲む友達とかあラッキョウ頼んだりするんですけど食べれないですねあそうですかそうんか強烈そうだからこれにプラスお酒ってなったら余計ちょっとまずくならんかなと思って意外とそれを通り越して 食っっててべた時に<う>あら美味しいってなるかもしれないなるのかな、そ,ううん、それと一緒で私そうビールが飲めなくて、うん、もうずっとここもう二十歳過ぎて飲み始めてずっともうここ5年飲めなくて、うん、同じこと言ううんですよもう死に疲れたときにもうもう美味しくないってのも分かる,よ分かるけど死に疲れたときにめっちゃガンガンに冷やした瓶ビ,ビール飲んでごらんって言われてやってみたんですけど、うん、やっぱ無理でした、ね。あー ビールだけはなんか何だろうあのなんか苦さと、シュワシュワっていうあのシュワシュワ感といい。そこがいいって言うんですけどみんなは。うんうん、私はちょっと無理だった。それが逆に苦手なんだね。そう苦手でした。<ー>からそれと一緒で、シマらっきょう、うんってなんか挑戦できないっていう。うまあでも。<laughs> 苦さとかもねこの苦さが逆に美味しいんだよとかでなるんでしょうねなるんですかねあの日ちょっと家族でお出かけしてるときにブラックコーヒー飲んだんですよで、昨日改めて思ったんですけどブラックコーヒー飲めないわけは？意外飲めないんだけど開けて飲むさうわまずいなって言いながら飲んでるわけ結局 もう分かってるんだよこの味っていうの分かってるんだけど苦手っていうの分かるんだけどでも微糖とか普通のコーヒーを飲むと多分糖分たくさん入ってるんだろうなと思っててその辺配慮っていうかねしてブラック飲むんですけど毎回うわやっぱダメだなって思うけど僕の体質的に合わないなと思うんですけどついつい飲んでしまうっていうこういうものが多分後々 ハマるパターンじゃないかなーってちょっと思いますけどねあ。なるほど。じゃあ私もビールそういう感じでここのみが,がさとかあるんじゃない？あるんですかね。だからそのそうあのー、ま先週末ちょっと飲み歩き行こうってなって地元の友達と。うん、はいはい。 えっと、那覇の国際通りかなの、うん、屋台村って村も,うもう有名な。去年ね。そうそう。オープンしたばかりのところに初めて私行ってきたんですよ。うん、まあ地元が小さだからなかなか那覇にはね、行かないので。行か,ね、行かないです。しかも帰りとかも心配じゃないですか。<ー>からなかなか行かないけど、も今日はじゃあいいんじゃない次の日休みだしってなって行ったんですよ。で、行って、じゃその時にもじゃあビール飲んでみようってなったんですよ。うんうん、で、最初島飲んで、 あ自分一発目から島を飲む人なので、島飲んで、あ、美味しいってなって、じゃあもうこの美味しい流れで行ってみよう、はいーって渡されて飲んだけど、やっぱりだめで、うん、いや、これだけやっぱ無理ーっつって、<ー>じゃあ、黒ビール飲んでみたらってなって、おーおーなんか今、黒ビールって言っても真っ黒のビールがありますよね。うんうん、私、あれ、初めて見て、であっ、何これビールってなって、うん、ビールだよ、ビールっつって、多分味違うかもよ、飲んでごらんっつって飲んだけど。 や全部一緒やしってなってやっぱどのビールもダメでしたってなったらこの沖縄小座の爆死工房で出している地ビールっていうんですかね飲めると思いますよ多分すごいこう甘みというかフルーティーな感じの味わいするわけどこ酒の飲めないなりに何回か試飲させてもらったんですけど多分女性は好きだろうなっていう感じの。ははいい 味してましたね。ええー、え、フルーティーって、その、なんだろう、甘いってことですよね、うん、じゃあ。うん、え、何かブレンドしてるってことなんですか。なんでしょうね、もう秘密はもう、詳しくは小沢工房行っ、小ざばくし、こうおいて。なるほど。で、そこでも、ついでもらって、次回。はい。で、また、美味しいつまみをね。 いいいいたててもらったらさらっっさにいいんじゃないですかね行ってみようフルーティーなビールだったら私もいけるかもしれないだからね、うん、この辺はまた女性が飲みやすさとかあると思いますのでさあ今日の番組のテーマは、まあ「島酒泡盛」というテーマですけれどもまたそれに合うつまみなんかもねあったらメッセージお待ちしています、うん 5時のオープニングは、みひまる GT 気分上々をお送りしました。CM の後もまだまだ生放送続きます。今日の番組のテーマ、泡盛、し島酒でメッセージをお待ちしてます。 えー、FM 小座より特別番組のお知らせです。沖縄の工芸が一堂に集う、変える、体験できる沖縄市工芸フェアが今年も開催、えー。3月10日から14日の4日間、沖縄市プラザハウスショッピングセンターにて開催されます。FM 小座では3月12日土曜日、13時から16時までの3時間、沖縄市工芸フェア特別番組を生放送でお送りします。MC は毎週日曜日、 8時から放送している SPC がの上間一生さんと千葉雄介さん、アジクーターラジオ木曜アシスタントからやらあゆみさんです。工芸フェアは入場無料のイベントですので会場でもラジオでもぜひお楽しみください。えー、特別番組のお知らせでした。はいということで、えー、沖縄市の方では。 工芸フェアが開催されるということですね。うん、えー、プラザハウスの方で開かれていきますので、まあ仕事のまあ合間だったりとか、うん、仕事が終わってからでもね、ゆっくりと足を運べますので、うん、えー、ぜひ足を運んでみてください。さあ、ということで、えー、メールも来てますかね。こちら行きましょう。えー、あ、なるほど。ジャムクラッカーさん、うんえー。今日のテーマ、泡盛だけど、今日はキンキンに冷えたビール飲んでます。 好きなおつまみは鶏皮とタコ唐揚げですうわーありがとうございます、えー、写真いただきましたそう写真、はい、私串焼き大好きで、うん、鶏皮とかもそれこそめっちゃ食べるんですよ、うん、お腹すいた写真見て <laughs> でもビールはやっぱ苦手なのでそれプラス、まあ、青森を私は飲んでますねお酒好きな人でさこのビール好きはもうあれだんですねうん、うん が暑いなって思った瞬間からお昼であっても、うんはい、やって飲みたくなるんでしょうねうんなると思いますよっと、ねもうん、あ、友文さんからもメール、はい、いただいてますよ、はい、そういえば三年ぐらい前かなお客さんから車で運転しながら舐めたらいいさって残飯の白黒の飴玉もらったわけよく見たら<う>少量のアルコールが入ってるから、うん、運転中はお控えくださいって書かれてるし、うん、結局家で舐めたけど 白はまだ美味しかったかな。正直、飴玉は微妙だった。ということです。ああ、飲ん、食べたことあるかも、それ。あ本当ですかうんうんうん。飴玉バージョン。飴玉バージョン。塩ったはず、多分、えー、え。えぇ。酔いましたえ酔いましたもう覚えてない。<laughs> <laughs> 記憶なくしてる、<laughs> <う>玉で。そうなんですか <laughs> お酒苦手なのに、そこ記憶ないんだ。<laughs> 逆にあるかと思った。いや、でも、飴玉バージョンって。 あるんですかあったね。えぇ、ー、<ー>そうなんだ。まあ、3年ぐらい前っていうから。うん、だったかも、だったかも。あ,あじゃあもうその時期にじゃ流行ってたんですかね。なんでしょうね、きっとね。え今もあったらちょっと舐めたい。でも、微妙だったかなって。<laughs> まあでも、あれじゃないあのーうん、それがメインっていうよりも、まあおま、はい、おまけ的な感じだったんじゃないですか、うんきっと。うん、なるほど。へぇ、あめ玉か。 おつまみってね何がいいんでしょうねおつまみなんですかね、まあ、結構お腹空いてる時だったりしたら、うん、まあがっつりなまあご飯物だったり、うん、ま,あまあそれこそ串もそうなんですけど私ホッケとかあホッケいいねもう大好きですね泡盛<ー>との相性抜群じゃないですかもう最高ですよ、うん、なので絶対まあホッケ とそのまあライスガリックライスとかでお腹を満たしてその後にタコワサいったりちょっと串シータコワサね、まあ、はいはいはい行ったりとかしますね<ー>ちょくちょくたなんかつまめるものをつまみながらお酒飲んで四択してっていう唐揚げとかじゃないんだ唐揚げ食べないですねフライドポテトとかじゃないんだねなんか昔は食べましたよそのお酒覚えたての二十歳とかの時は、うん まあ唐揚げだったりピザだったりパスタとかうんうん、うん、覚えたての時そうそうそうでお腹空いてるから食べて食べて飲んで食べてしてゲーみたいな、うん、<laughs> イノコのゲーももうイノコのなんだろう全然わからないっていうかもうまだまだいけるだろうっていうは今度許容範囲が分かんなくてな、うん、でこ許容範囲外なのにもかかわらずピザ行って、うん、でポテト行ってああ 青ウに飲んでカクテル飲んでごっちゃごっちゃに飲んでウェーって死んだっていう <laughs>。<laughs> 暴飲暴食ですね。そういう時もあったんですね。ありましたよ。で何を飲むかで <laughs> その辺のおつまみって変わるでしょうね、うん、きっとね。まあ飲み物で変わりますよね、きっと。そのカクテルとかちょっとおしゃれな飲み物になると、まあ洋食だったり。 イタリアンだったりとかになるのかなって思うんですけどなんかこう先輩方とね飲む機会多いですけど刺身はかんなずとってるかなああ刺身三点盛りとかはい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 刺身は私たちも取りますねうんその隣に置かれてるなんかわかめとか大根のスライスあれがめっちゃ好きです私なんかねああいうものってこう苦手でさ最初はあの メインを食べてたんですけどあとあとなんかこうお足休めの時っていうかちょっとこうゆんたくひと段落した時にちょいちょい食べてたら食べまそういるっていうねそうそうそう箸休めの時にゆんたくしながらちょっとつまみ程度でで見たら全部ないみたいな結構好きなんだろうなって感じですよねそう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  ツイ <laughs> キャスでもコメントがあります、はい、あ嬉しいえっ、ー、と AKB ファンさんからモーニーさんさきちゃんこんにちはさきちゃん髪型変えたなんか変わったぞって、うん、よくぞ気づいてくれました、はい、切りましたしかもさっきは <laughs> そう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  <laughs> だから32、うん、を走ってきたんですよ <laughs> どういうこと <laughs> えっと11時ぐらいに予約して<う>ラジオ前にちょっとこの頭をやばいから 髪行こうと思って、うん、私那覇にあの行ってる美容室があるんですよねうん、うん、そっち行ってはるばる小魚あっちまで行ってで味食う誰かまたあっちかこっち来て戻ってきた,んだ <laughs> ましたねなるほどそ<う><ー>暗い部分がもうこんな多分10センチぐらいあったんじゃないかなっていうぐらいうん、うん、もうポって見えてて、うん、いやこれだとちょっと厳しいなと思ってすぐ染め直しに行ってであ染め直しに行っていう,、ね、うです染めて一応髪も切っこっちも切って たんですけども、リーさん、気づきました。気づきましたよね。僕、多分、あったすぐ言いましたよね。はい。やるね、みたいな感じ。でやるね。きて言いましたよね、多分ね。はい。はい。いちゃ言ってた。いちゃ言ってました。言ってました。で、プラス、前髪もつったら。おーそうだね。内巻きね。内巻き。はい、はい。そう、内巻き、気づいてくれたんだ。そう、そう、そう、そう。いや、でも、ちゃんと切りましたよ。 あそうですか<う>いやー難しいね <laughs> 難しいね番組でもなんか、ね、話してましたもんねこんな何か変化気づく気づかないで、うん、難しい女性の場合みたいなこと言ってましたもんねでもよあの気づいた時に言ってもさ、はい、それがあのいいとは限らないんだなっていうことを最近学んだわけ すべてにおいて。あの、気づいたものを発見したらいいっていうわけじゃなくて、うん、えー、触れた方がいい、触れてはいけないとかいろいろあるじゃないですか。すだかこれはちょっとね、今後。うん <laughs> 心得ていかないといけないなと思いましたねそうですね、うん、いやでも今日気づいてくれたのは嬉しかったですあ、モリーさんがあのモリーさん気づいてくれた牛巻きにしかもと思っていや気づきますよそりゃいや嬉しかったな、うん、<laughs> AKB ファンさんありがとうございますはい <laughs> はい、えー。この時期ねあの、うん、結構僕の周りで、えー、髪を切ってる方々が多くて、うん、ほう あ、そろそろ俺も切りたいなと思うんですけど、<laughs> でもちょっと今我慢、我慢なんですよ、今我慢。えなんでですかちょっとね、パーマを当てようか、あ<ー>それとも短く切ろうかの、すごい迷ってる途中ですね、今ね。モーリーさんのパーマみたい。さっきはモーリーさんのパーマがみたいです。いやー、なんかいろいろ考えたらさ、うん、セットがよ、俺できないわけ。あ<ー>あ、長さが今のところ中途半端だからおほうほう。でもその今の長さだったら全然、 パパパっていけるんじゃないですかパーマうんパーマがいけるパーマいけると思いますよあ、そうですかうんパーマしたらだいぶ雰囲気変わると思いますよあ、そううんなんかオラオラ系なりそうですパーマしたらうんなんか怖くなりそうだって身長も高いじゃないですかうんなんかなんか大御所なオーラがあるじゃないですか何がなんかドンみたいなちょっと待ってこんな拾った人がさドンってはないと思うよ 誤解読んでるよ、いろいろいいいリスナーは気づいてるんんだだけけどあなただけ誤解読んでますよ <laughs> いやだから前も話したけど <laughs> さっきの中でモーリーさんはちょっとリスペクトの意があるっていうあそうですかそれはもう,そういもう一向に構いませんよ、うん、<laughs> それはもういいんですけどね2か月目ぐらいにしてなんかこちょっとなんか失礼なことちょいちょい挟むなーあか3ヶ月目ぐらいからいろいろ気づいてくるはずだ今その時期ですねじゃあこいつみたいな。 <laughs> <laughs> あ、じゃわかりました。明日のテーマもモーリーさんの髪についてにしたらどんなんですか。パーマがいいか短めがいいか。いやーもう多分ね、うん、こうデスナーが許さないと思います。<laughs> 曲いきましょう。はい、えー、グウェンステファニーで Make Me Like You。 アジクータラジオ、月曜日の今日の番組のテーマは、泡盛、まあ、島酒というテーマでお届けしております、えー。皆さんの身の回りの島酒について、または泡盛についての、まあ、思,思い出っていうかね、とか、おつまみとか、どうしたんですか、ね、もいろいろ、もごもごしておりますけれども、はい、何も食べてないですからね、はい。何も口の中に入っておりません。<laughs> マリさん、疲れてるんじゃないですか今日 いやあの先週ぐらいからしょっちゅう噛んでるんですよ。あそうなんですごめんなさい、ちょっともう思わず笑ってしまいましたすみませんありがとうね笑ってくれてね<笑>,こう笑わないとしゃれになれないですからね、普通にお届けしますから。はい <laughs> えー、泡盛情報お待ちしておりますさあこの曲の後は地域密着道路交通情報の時間です沖縄市内の渋滞情報や天気の情報をお伝えしていきたいと思います、えー、時間までシンプルプランで I don't wanna be sad さあ、時刻は5時31分になったとこです。地域密着、道路交通情報の時間です。沖縄市内の渋滞情報をお伝えしていきますが、えー、今現在、FM 小座の前、パーカーベニューから見える国道330、小屋向けで若干混雑している状況です。うん、小屋方面から小座十字路向けの330は順調に流れております。 それ以外の沖縄市内一般道ですが今のところ目立った渋滞はないようですね順調に流れているという情報です、うん、さあこの後の降水確率0%東の風お天気は晴れということです波の高さ2メートルうねりを伴います さあ三月八日明日火曜日ですけれども明日も一日、えー、天気は晴れということで降水確率は零パーセントということです最低気温が十八度日中の最高気温は明日も二十五度まで上がってきそうだということです今のスタジオの前を、えー、ランニングをしている、まあ、お,おじさんがね通って行かれましたけれども、うん、半袖半ズボンでしたね。<laughs> すがすがしいですねでもまあ言えばモーリーさんも今日半袖できましたからねもう暑いもん暑いですよねちょうどいいぐらいかもしれないですねそうですね気が付いたらもう半袖半ズボンとかこのラフな格好っていうかねもう人昔というか寒って思ってた時期からだいぶこうなんか 落ち着いてきたというか、かね、汗かくようになりましたね。はい、ええー、まあ、この天気も明日まで良くて、明後日以降少しぐずついてきそうなので、また今後の天気予報。気をつけていきましょう。うん、で、また、あの、最近は風邪をひいている皆さんというかね。うん、インフルエンザももちろんそうですけれども、うん、あの、風邪も。いくつか、まあ、確認されておりますので、うんえー、ラジオ聞いて、皆さんも、まあ、自分の体調管理ですからね。うん、あの、眠。 る時間だったりとか食べる時間をねこう作っていただいて、うんえー、あとうがい手洗いこちらの方も引き続きよろしくお願いいたします以上ここまでは地域密着道路交通情報と天気の情報をお送りしました さあ『あジくうたラジオ』月曜日の今日のテーマは「泡盛島酒」というテーマでお届けしております。うん、はい、まあ、あのー、何度もね、お伝えしてますけれども,、うん、もう今日一日はもう中石ミミリーデーということで FM 講座のスタッフのミミリーが、はいうん、見事第31回か泡盛、うんえー、の女王の選出大会で見事3名に入りましてそれを記念いたしまして「泡盛、うん」というテーマでお届けしております。うん まあ、沖縄ですからね島酒ですからはい、はい、またこの島酒がこうブランドになって、うんえー、日本国内だったりアジアとかね、はい、世界中にこうなんか広まっていったらいいなと思いますね。そうですねお歳暮のコーナーとかお中元の時なんかも、うん、この島酒のいえばなんだろうね箱詰めっていうか、はい、VIP 的な古酒的なもののう、あのー、ボトルにそれをこう。 なんだろうね木箱に入れてみたいなちょっとこう箱なんかもちょっ上等な感じで送ることができたよとかっていうのがあってこういうの送り物で嬉しいだろうなと思いましたさっきも話したんですけど私のおじいちゃんとかおじいちゃんおばあちゃん世代の方ってやっぱ泡盛飲まれてる方って多いと思うので嬉しいと思いますよきっと送られてきたらでまた金だったかなははいい のある場所になるとうん、うん、その赤ちゃんがこう生まれましたとはいで、えー、その子が二十歳の成人の時に家族で飲もうっていうようなうん、うん、まあ気持ちもあって、はい、でそこにこう言えばカーミお酒のカメう、うん、を、はい。佐器を入れて寝かしておくとかっていうのもねやってるところもあるみたいなのでへえじゃあもう本当に二十歳になったら飲むうん えーすごいまあその分こう寝かしておいてみたいへー、うん、えー、すごいですねまあいえばね10年ってあっという間に過ぎ去ったはずだからうん、うん、子を産んで子が育ってる20年もうん、うん、まあ多分それなりにギュって詰まってるはずですけどねうん、うん、うそうですよね<ー>うんコメントも来てますよたらすけさんからですね「飲んだことある青森は菊のつゆ春雨」うん まあと何種類かてすねすごいねめっちゃ飲んでるね。ですねそうだからそのコメントの中で「春雨?」と思ってさっきちょっとお話ししたんですけど春雨が宮里修造さんのお酒みたいで那覇のおろくのお酒みたいなんですけど私初めて聞いてでそのパッケージとかも初めて見たんで先調べて初めて見たんですけど。 なんか結構調べたらいろんな地区のお酒がありますよね,ね,ねうん、うん、なんかよくよく考えてみれば、まあ、たくさんこれだけの地域の人が作ってるから合計何種類あるのかなと思ってあのライカムにこのお酒の売り場があるさはい、はい、あそこ行ったらもう結構あるみたいですよ<え>何百ええそのお酒の売り場ってそのあれですか あ、そう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 。フードコート、あ、えっ、ー、と、なんか、あの、なんですか、フードコートじゃなくて、まあ、あのご飯をね、売ってるところとか、そういうところにありますよ。モリさん、またライカム行ったんですかいやいや、これ、過去のライカム情報ね。はははびっくりした。1>, 1週間、1週間に1回情報じゃないよ。<laughs> びっくりしただってさっきとの、この味食えたんだ時ライカム行ってさ、って話が必ずあるから、どんだけライカム好きなの多分、あれだぞ。<laughs> さんとはライカも好きなんだはずなって思って話してるかもよさっきそんなライカもいかんし <laughs> えー、じゃああっちに売られてるんですかそう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 、えー、なんか勝手なイメージなんですけど、うん、カクテルとか泡盛り外のもの売ってるのかなって思ってましたあ<ー>、うん、あそれももちろん売ってますよねうんそうなんですね何種類どれぐらいあるんかなうん、うんお こちょょっと調べてみまましょうね、うん、気になりますメールも来ておりまして、はい、こちら行きましょう、三郎太さん、久しぶりですね、モーリー・サーキー、こんにちは、ちはさて今日のテーマ、泡盛、確か28年前の自分が18歳の頃、えー、ウイスキーが主流だったな、うんえー、スナックとか飲み屋では普通に飲むならジョニアか、セブン、うん、ちょっと高くなってお金があるなら CC。 ジョニクロ、うんえー、今日はお金持ちで可愛い子がいたらヘネシー、えー、VSOP とか撮ってたよして21歳から22歳ぐらいにリスナーさんが言ってたようにまろやかで飲みやすくなったやったる像が出てから島ブームになって、うん、蔵が流行りだしザンシロが出てきよったあと俺も最近は島はコーヒー割前までは普通の水割りだけど、うん、次の日は二日酔いがすごかったんだけどさ コーヒー割りにしてからは、ほとんど二日用がしなくなった。ーえー、コーヒー割りは、できればコーヒーメーカーで作ったのがいいけど、缶コーヒーならブラック無糖がいいよ。なるほど、えー。ブラック無糖でも結構甘くなるから、飲む、飲みすぎ注意と、うんえー。してさ、島が入り出した頃、俺は今なんか CM でや,やってるみたいだけど、うんうん、乾燥目星割りをやっていたなと。ぇ、えー え、梅干しを入れた時期は、あまり味は、え、出ないけど、少し時間が経つと甘酸っぱい感じになって美味しかったな最近試してみてね。うん。といただきました。ありがとうございます。美味しそう梅干し割り後から味が出てくる。要は乾燥してるから、最初に入れても。あ、そういうことか。ってことですよね。で、だん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 馴染んできて青森に。で、後から味が出てくる。二段階でじゃあ美味しく飲める。ってことなんでしょうね。あ、美味しそう今日やろう 早速今日早速ちょうど家に黒があったのでやってみます、うん、ありがとうございますサボルータさん、うんうん、この CC とかって分かりやすさジョニアかとか私分からなかった何ですかこれウイスキーウイスキーなんですか、うん、えー、え今ももちろんあるってことですよねじゃあるんじゃないかなえー、えー、その味味が結構変わってくるんですかその CC に関しては、うん、僕多分本当に 初めて飲んだお酒に近いわけこれが最初蔵だったんですけど本当にもう若い時ですよもうこの香りがさなんかちょっとやっぱり泡盛と全然違かったねもちろんねウイスキーですからねちょっと僕の覚えてる記憶ですけどミルキーな感じだったんじゃないかなって思うパッと見というかパッと匂いでう匂いした瞬間そんなイメージがありますね 残ってるの甘い感じのってことですよ、うん、だけど飲んだら結構この度数も高いからすごいねカーってきたのを覚えてますけどねーへえヘネシーとか、うん、それかめっちゃ横文字で VSOP とかってこれ何でしょうねなんだろう略なのかなって まあでもすごい詳しいですね、やっぱり。もうね、その時からもやっぱり召し上がってるってことでしょうね。うん、えー、ラジオネーム、チムさんからもいただきましたと。うん、お青森といえば。 学生時代に友人がお酒は透明だからペットボトルに入れて授業中とか休み時間も飲んでもばれないよと言いましてそんな天才的な発言に感動し次の日早速水割りをペットボトルに入れて持っていき教室で飲んでいたら匂いでばれるという懐かしくバカな思い出を思い出しました <laughs>、はい、いやばれ、まあ、るでしょキャップをね開ける前まではってことですよね <laughs> なるほど<ー>閉じ込められてるからでも開けたらふわって。ね 香るいや,香るよそりゃ <laughs> いやでもえ学生時代にってえ大丈夫だったんですかねもう多めに見て大学生ってことじゃないですかあじゃあ多めに見て二十歳以上から飲んでくださいねハイゼットさんつまみは馬刺しが大好きですねあ甘い馬刺しが最高<お>自分もビールを飲めないさサーキーさんと飲みたいな <laughs> どこ行ったら一緒に飲めますかはい えー、ビール飲めないサーキーさんに夏場のキンキンに冷やしたおすすめの青森があります、うん、新里酒造の南国霊酒霊中で,でいいのかな、えー、度数が45度あって冷凍庫に冷やして凍らないで少しとろみがついて喉に落ちていくときに最高です、うん、ショットグラスでクいっと今年の夏楽しんでみてねといただきましたわーありがとうございます えーでも、これ、クイッとにちょっと引かれましたね、この少しとろみがついてって、表現がすごいね。うんうん、すごい、うん、いや、私、飲みたくなりましたもん。どんな感じなんで、ね、どんなの、でもなんか、その新里酒造さんの,その南国霊中かな、うん、なんか見た記憶があ,るありますね、うす友達が飲んでたんだったかな。うん、いや、でも度数が45度って、結構高い,高い、ね、ですよね、これ、いっぱいショットグラス飲んだら、ふわって先行くかもしれない。 ねうん、うわ,ーうわー美味しそうちょっと夏楽しみにしておきます夏場で冷やして飲んでみましょうねうん、うん、ありがとうございますいいこちらもいきましょうラジオネーム、えー、てっちゃん、えー、モーリーさんサーキーさんこんにちは <laughs> てっちゃんさん泡盛ほ他におすすめありますよとサイダー割りやコール割りもおすすめですとても飲みやすいですよといただきましたありがとうございます<ー>てっちゃんさん ダー割りコーラ割りでもサイダー割りはよく聞きますねやる子多いですコーラ割りもんだろうハイボールとかはコーラで私割って飲んでます何だろう居酒屋とかでもそうですしバーでもあと家でも私ハイボール飲むんですけどコーラで割ってます飲みやすいですよ 結構ねこの辺、うんあの、好きな人はねいろ、うん、んなものを試したりとかしてはい、はい、美味しく召し上がるんでしょうね、きっとね。飲みやすいです。ありがとうございます。こちらいきましょう。ハンサムイさん、はいえー、モーリーさん、元気ですか青森かモリが僕の知り合いに名前がモリなんです。<laughs> えー、お酒飲めないのに酒飲みに間違えられている阿松さん、元気ですか？元気すかといただきました。あ、阿松さんという方がいるんですね。あ<ー>あ<ー>、すごい。え、珍しくないですか？珍しいね。あうん、阿松さんって最初酔っ払ってんのかなって思うメッセージだったんですけど、<laughs> あ、そういう名前の方がいらっしゃる。いらっしゃるってことですね。えー、下の名前なんていうんかな？え、と下の名前が阿松と思ってました。あ、そういうこと？うん。上はまあ普通に。 苗字あって下が阿波守と思ってたけどどうなんだろうどうなんですかねへえ気になりますねいや阿波守が名前だったら超いじられると思いますよ苗字っぽいよね苗、ね、字ですかね、うん、米守とかいますもんねああそうだねはい、あ、うんうんうんに続き阿波守なんですかね阿波守さんああ気になる初めて聞きました、うん、さあこちらも行きましょうはい、えー <laughs> <何>アゴベルト中里さん、はい、またいいはずということで、分かんねえねえと仕事して、なんかや、<laughs> 死に死に、虫歯になればいいのにということで、<laughs> もうね、すごいこの、<laughs> 心の中をよ表現しすぎだね、これね <laughs> アウトプットしすぎだね。しかも、また仕事してるまたが。 あのまたですからねそうですね、はい、最後虫歯なればいいのによもう今治療中ですからね,僕ねそうなんだ食い止めるようもう <laughs> うっくるさあということで、はい、今日の番組のテーマ青森でまだまだメッセージお待ちしてますさあ時間まで曲いきましょう生き物係。花は桜 君は美し さあーラジオ4時からの生放送ももう間もなくお別れの時間ですね、うんえー、今日のエンディングは「へしきさキきチョイス」ということで <laughs>、うん、はいどうしたんですかいやこの曲すごい好きになったっていうなるほど、はい、これはあの,いの石井達也さん、はい、石井達也さんでコメコメクラブの方なんですけどちょっとなんか声がロック調なんだけど、うん、こういうちょっと 力強いバラード系を歌ってるっていうのが<ー>この曲<ー>超聴いてて思って力強いバラード系<う>ーなんかア何ウ r ーよく聴くって話をしたじゃないですかで よくあの曲調を聴くんですけど久しぶりになんかヒットした曲でした初めてくね。これねあ本当ですか。結構前の曲みたいなんですけどじゃあこの曲を聴きながらお別れとなりますけれども今日「青森」というテーマでやりましたけどやっぱですねグラスとか何を入れるかとかおつまみとか何がいいかとかって話もしましたけどその青森をこう収める器というか。 まあ沖縄でいうカラカラとかってありますけど沖縄のとっくりみたいな感じのやつで中身が空の時に振ると音のする玉入りのものも中にあるらしくてお茶とかだっら湯飲みとかんかあるじゃないですかそういう入れ物にこだわって島崎を飲むっていうのもねいいかもしれないですよね雰囲気がねまたなんか私の友人夫婦は青森好きで好き同士なんですけど 琉球ガラス村で自分のお互いの名前を作って青森グラスを作ってるそれで飲んでる毎晩って方もいらっるんで最高だねって話しながらそれもまたいいなって思いますねそういうですねもしかするとカラカラとかだちンとかっていうものもねあるかもしれない沖縄市の工芸フェア今週の木曜日からということで4日間開催ですのでぜひ皆さんも 沖縄市プラザハウスショッピングセンターの方に入場無料なので足を運んでみてください、うん、さあ月曜日ここまでのお相手は DJ モーリーとサッキーでお送りしましたエンディングの曲はリバーです誰の石さよなら <laughs> さよなら